織口忍武、1887年2月11日から1953年9月3日は、日本の民族学者、国文学者、国語学者であり、作長空と号した詩人、歌人でもあった。彼の成し遂げた研究は、織口学と総称されている。柳田国夫の皇帝として、民族学の基礎を築いた。自らの顔の青あざをもじって、 もや園景と名乗ったこともある。歌人としては、正岡式のネギシタンカ会、あと、荒ぎに、作長空の名で参加し、作家や戦歌をしたが、やがて自己の作風と乖離し、荒ぎを大会する。1924年、北原白州と同門の小泉地下らと共に藩、荒ぎ派を結成して、日光を創刊した。生誕の地の石と、 文学八1887年2月11日、大阪府西成郡木津村に、父秀太郎、母孝の四、男として生まれる。1890年木津幼稚園に通う。1892年木津神上小学校に入学する。1894年宿母へから送られた東京名所図への見開きに、初めて自作家を記す。感謝の念厚つく。 古代研究に、このおばえの剣士を載せている。1896年を大阪市南区竹谷町、育英高等小学校に入学する。1899年4月大阪府大後、中学校に入学する。中学の同級生には、竹田祐吉、岩橋小屋田、西田直次郎などがいた。1900年夏に、大和の明日座神社を一人で訪れた折に、救済上の、 浄土真宗の僧侶で仏教改革運動家である藤武染めと出会って初恋を知ったという説がある。富岡太鼓によると、長空という号は、この時、武染めにつけられた愛称に由来している可能性があるという。1901年15歳になったこの年に、父親から万葉集略家を買ってもらう。文庫、新小説に投稿した短歌一首ずつが入選する。 1902年成績が下がる。暮れに自殺未遂。1903年3月自殺未遂。作家王子。1904年3月卒業試験にて、英会話作文、企画、三角、物理の4科目で落第点を取り、言及に留まる。この時の悲惨さが身に染みたため、後年、教員になってからも、教え子に落第点は、絶対につけなかった。 同じく後年、天皇寺中学から、校歌の作詞を再三頼まれたが、堅くなに拒み続けたと伝えられる。大和に三度旅行した際、室尾寺奥の院で自殺を図った、若き日の尺慶中に共感、誘惑に駆られる。1905年3月天皇寺中学校を卒業する。医学を学ばせようとする家族の勧めに従って、第三高等学校受験に出願する前夜、 にわかに進路を変えて上京し、新設の国学院大学の余科に入学する。藤不染と同居する。この頃に約500種の短歌を読む。国学院1907年余科終了、本科国文化に進んだ。この時期国学院大学において、国学者、三谷重松に教えを受け強い影響を受ける。また短歌に興味を持ち、根岸短歌会などに出入りした。 1910年7月国学院大学国文化を卒業する。卒業論文は言語上調論。1911年10月大阪府立今、旧中学校の食託教員となる。1912年8月伊勢、熊野の旅に出た。1913年12月、三里公団を柳田国を主催の郷土研究に発表し、以後、柳田の地遇を得る。 1914年3月今、旧中学校を退職し、上京する。折口を慕って上京した生徒たちを抱え、氷菓子の金まで借りる、どん底の暮らしを経験したという。1916年国学院大学内に、郷土研究会を創設する。この時30歳、万葉集、全20巻の交互役場、中、下を観光する。 1917年1月私立育文館、中学校教員となる。2月、荒義らら同人となり、専科欄を担当する。一方で、国学院大学内に、郷土研究会を創設するなどして、活発に活動する。1919 19年1月、大学臨時代理講師となる。万葉辞典を刊行する。1921年7日から9月、柳学におから、 沖縄の話を聞き、最初の沖縄、行き旅行。1922年1月雑誌、白鳥を創刊する。4月国学院大学教授となる。1923年6月慶応義塾、大学文学部講師となる。第2回沖縄旅行。1924年1月帽子、三谷茂松の、源氏物語全公開を、遺族の勧めで再考する。あと、 慶応義塾大学に移し没年まで続ける。またこの年には、荒ぎを去って、北原白州らと歌詞、日光を創刊する。1925年5月初女歌集、海山の阿弥陀を観光。1927年6月国学院の学生らを、伴い、能登半島に裁縫旅行し、藤井晴美の成果を唱う。1928年4月慶応義塾。 大学文学部教授となり、芸能史を開校する。1932年文学博士の称号を受ける。日本民族協会の設立に関わり、幹事となる。1935年11月大阪木津の折口家から分家する。第3回沖縄旅行。1940年4月国学院、大学学部講座に民族学を新設する。 愛知県三沢の花祭り、長野県新野雪祭りを初めて見る。1941年8月中国へ旅し、北京にて講演を行う。12月8日太平洋戦争に突入、藤井晴美王将。1942年、天地に乗りを出版。1944年、藤井晴美、伊王島に着任。晴美を養子主として入籍。 1945年3月大阪の聖火が、戦災により消失する。大本営より、藤晴美のいる妖刀の玉砕発表。8月15日敗戦の御事のリを聞くと、箱根山荘に40日間こもる。1948年4月、古代館愛集により、日本芸術印象を受賞。12月第1回日本学術会議会員に選出。 1949年7月の土市の宮に、春美との不死亡を混流する。1950年95花海戦者となる。1953年7月初め箱根行き、健康優れず。8月31日衰弱進み、慶応義塾大学病院に入院する。9月3日、胃がんにより栄民。養子として迎えた春美と共に、桁大社がある。 石川県白石市一宮町に建立した墓に眠る。折口家の母大寺願い泉寺に文骨が収められている。柳田国夫との間には以下のようなエピソードがあった。1915年の郷土研究史に載った論文で、互いに似通った折口と柳田の論文が前後して載せられるという事件があった。折口が昨年のうちに送ったものが採用されず、 柳田の柱松子が3月号、折口のひげかごの話が4から5月号に載ったというものだが、それを後に振り返って折口が言った、先生の柱松子を先に見ていれば、私はひげかごの話など書かなかったという言葉に、潔癖さ、厳しさが現れている。そして、柳田も真似と受け売りの転生嫌いな、幾分か自流に逆らっていくような、今日の学者としては、 珍しい資質を備えていると、その点では認めていた。ただし、マレビトを認めない柳田と織口の間に論争があったのも事実である。二人は、国学の先輩方にあたるかものまぶち、元折のりなが指定のように、教えを受けながらも正当だと思ったところは譲らず、真理の追求を磨く学者の関係を持っていたと言える。柳田は織口より12歳年上であったが、 共に1945年の敗戦時には60歳をすでに迎えていた。その戦後のことを重い口調で柳田は折口に話しかけたという。折口君戦争中の日本人は桜の花が散るように潔く死ぬことを美しいとし、我々もそれを若い人に強いたのだが、これほどに潔く死ぬことを美しいとする民族が他にあるだろうか。 もしあったとしてもそういう民族は早く滅びてしまって、海に囲まれた日本人だけがかろうじて残ってきたのではないだろうか。折口君どう思いますかその問いに、しばらく両者深く思い沈んでいたという。折口には、18年間ともにした、養子、藤晴美の子島玉祭という思い出来事があった。その追悼の念は、徹底的で、 敗戦の御事のりを聞くと40日間もに服し、自分の死ぬまで、家へ前の供養を欠かさなかったという。第二次大戦で失った戦死者の鎮魂は、大きな課題で、戦没者が生前に準じる価値を見出そうとした、広告などといった概念も、天皇の人間宣言と共に追え果てたのである。柳田も日本人の神や魂といった、問題意識は共有していて、 折口はあとその問題を民族主観における高い観念という著に修練させていくこととなる。柳田が民族現象を比較検討することによって合理的説明をつけ、日本文化の起源に遡ろうとした機能的傾向を所持していたのに対し、折口はあらかじめ、マレビトやヨリシロという独創的概念に日本文化の起源があると想定し、 そこから諸現象を説明しようとした演疫的な性格を持っていたとされる。なお、遠の物語に織口の抜群がある。折口家は、傷のガ泉寺門との百姓であったが、祖祖父、彦七の時から昇華となり、昇役と雑貨を飽きなった。祖父の増主の助は、元、大和の飛鳥村岡寺前の岡本前衛門の八代であったが、 同地の古社飛ス座神社の類代の官主や、飛スカ信信の養子となった上で、折口家に養子として入り、伊を本業として従来の家業を兼ねた。父、秀太郎は、河地国の名主の家の次男で、折口家の養子となり伊を継いだ。忍が生まれて7年の地、創盛人の弟が誕生するが、実は母公が産んだのではなくて、 同居するおばゆうと父の秀太郎との間に生まれたのであった。こうした家庭内の愛情に関わる葛藤も忍の心に深い陰影を刻んだ。長兄が医者の後を継いだ。繊細、愛。彦次郎秀太郎生。彦七淳。増殖の助公、新。豊雄忍。伝えい、近を数夫。和 春のことぶれ卒業するに閉じに、宮城県佐沼高等学校校科、作詞関連文献は100冊以上ある。あくまで一部で、品切れ絶版を多く含む。その他、ありがとうございます。